こんにちは。皆さんの横瀬朝日です。先日ですね、こういう事件がありました。JR の登戸駅で、男性二人を線路に突き落とした事件があって。で、これ、ちょっと記事を読みますね。東京新聞から。川崎市多摩区の JR 南武線と登戸駅で、男性二人をホームから線路上に突き落としたとして、多摩市は15日、同区の無職の男32を殺人未遂の疑いで現行犯逮捕した。男は間違いありませんと容疑を認めているという。ということでね、これ、僕が、昔ノートで書いた記事にこういうのがあるんですけど、ちょっと似たようなものを感じて、ひょっとしたらこれ、僕が書いた文章に、触発されたのかなって、思って、ちょっとゾッとしたんですけど、ブルーマンデー22っていう、これ他の動画でも紹介しました。これ、傑作なんで。この文章はね、この文章はですね、ある男の子が、電車に飛び込む計画を立てたんですけど、どうせなら、同じ気持ちの人も、他の路線に飛び込ませて、で、首都圏の電車を全部止めさせて、で、迷惑をかけてから、死のうという考えを持ってたんですけど、で、ネットで、声かけとかをしたんですけど、同志っていうのは集まらなくて、で、結局一人でやることになったんですが、どうせなら他の人を巻き添えにしちゃおうっていうことで、自分の、手足を使って引っ張ったり押し倒したりして、で、線路に突き落としたりして、で、自分と一緒に人も殺しちゃおうみたいな、いう作品ですね。興味あったら読んでみてください。読んだ方が早いと思う。で、もう一件。ちょっと前ですね。24年、今年の4月1日の話です。こういう事件がありました。読売新聞のオンラインから、段ボール箱に鳩の死骸と110番、東京多摩の路上で箱に10羽の死骸、警視庁が捜査。1日午後1時頃、東京都多摩市諏訪の路上で通行人から段ボール箱に鳩の死骸が入っていると110番があった。警察庁多摩中央署員が現場に駆けつけたところ、段ボール箱から約10羽の鳥の死骸が見つかった。同市は鳥獣保護法違反容疑で捜査している。これ、続報を知らないんですけど、犯人は見つかったのかな？で、これに似た、これに触発されたんじゃないかな。僕が書いた記事に触発されたんじゃないかなって、思うのが、これなんですけど、不機嫌は伝染するっていう記事なんですけど、これ、公開が2024年の3月20日なんで、公開から2週間も経ってないんで、ひょっとしたらこの文章を読んで、この、段ボール箱に、鳩の死骸を入れて、で、捨てたっていう犯人は、ひょっとしたらこの、僕が書いた文章に昇格されたんじゃないかなっていう。でも内容はですね、普通の現場作業員ですよ。現場作業員が
まあチームで仕事をしてて、で親方の機嫌が悪くて、で物を乱暴に扱ったり、で人に当たったりしてて、でそういうのにまあちょっとストレスを感じてたんじゃないですか。でストレスを感じて、でまあ職場の中で発散できなくて、で結局彼が行ったのは、休みの日の明朝に公園にいる動物、まあ野良猫とか鳩を捕まえて、まあ何匹か捕まえて、で家に持って帰って、で散々いたぶって、で死ぬまでいたぶるっていうお話で、そう、そういうお話なんですけど、でこれに触発された人がいるんじゃないかなっていう、触発されたのがこの文章に、私が書いた文章に、この犯人を触発されたんじゃないかなって思うんですけど、まあこういうお話でした。まあ最後にオチがつかないので、ネパール人を批判する歌を今作って終わりにしようと思います。ネパール人嫌い、カトマンズ沈没しろ、ネパール人が嫌い、チョモランマ潰れろ、ネパール人が嫌い、カトマンズ侵略しよう、ネパール人が嫌い、チョモランマ制圧しよう。